はいどうもシアンです。早速ゲーム実況やっていきたいと思います。今日やるゲームはたったらどったらテレビショーやっていきたいと思います。漢字で言うと多分デスゲームですね。久々やっていこうか、楽しみです。ニューゲーム、作者さんにね、実況しても大丈夫ですかって許可取り言ったら快く OK してもらいました。ありがたい。ふう、頭が痛い、ぼんやりする。私いつの間に寝落ちしたんだろう。私ってことは主人公は女の子かな。うわ、またすごい。誰か呼んでいる？おーい、さっさと起きてよ。もう他の出演者は準備できちゃってるよ。うわ、何？耳元でうるさ。ロッキー。いや、異様に明るい声がした。あ、今ロッキーって言ったのは主人公の名前ね。びっくりして飛び起きたけど、私は自分が置かれている状況が全くつかめなくて言葉に詰まった。わあ、出たぜ、デスゲーム特有のマスコットキャラ。初っ端から重役出勤かますとかさ、なんかの主人公かよ。ん？何こいつ？クマっぽいけどほっぺたあるし、リス？リスかクマか。俺はね、立ったらって言うんだ。ここは豚小屋だよ。なんか嫌な部屋。詳しくはスタジオで説明するから、とりあえず急ごうか。てかここどこ？私の家じゃないし、豚小屋とかスタジオとか何言ってんの？そもそもリスが喋るとかありえないんだけど。あ、リスで行くのね。わかった。あ、わかった。ドッキリか？でも私、誰かに仕掛けられるほどの器じゃない気がする。ああ、もうめんどくせえ罪人だな。ノリ悪いって言われない？罪人？あんまり待たせちゃうと、ボスもおこだよ。早く行こう。罪人って言ってたね。どういうことだろう。理解が追いつかない私の足元に、リスに似た変なぬいぐるみ、いや、ロボがいる。それが後ろに回って、なんて読めばいいんだこれ。頸椎かな。なんか違う気がするけど。んだがおぐぐをしてくる。何をされたんだろう。見た目に反した力強さに負けて仕方なく謎の部屋から出た。導かれるまま得体の知れない廊下を進むと。お？スタジオだね、確かに。ピンクの鉄格子に囲まれた牢獄のような空間があった。ピンク！目が痛い。中央には円を描くようにして固められた質素な机がある。それを囲んで数人の男女が立っている。ん？視聴者の皆さん、お待たせしました。やっとこさ最後の罪人の登場です。罪人って言われてるから何かしら犯罪を犯したのかね。お名前は佐藤ロキちゃん。どうぞ生温かい応援よろしくね。生ぬるいかどっちだろう。たったらと名乗りのなるるべい下が回ってないぞ。たったらと名乗ったリスが私のフルネームを叫ぶ。その拍子に部屋に集まっていた全員がこちらを見た。いやいや、どうもどうも。おぉ、またいいね。首吊りロープはラメ入りモール。どういうこと？なんか綺麗に踏めてたけど。首吊りか？やっぱり頭が痛い。なんでこんなわけわかんないとこに。ロッキー、お前も拉致られたのか？え、まさかの知り合い？唐突に聞き覚えのある声がした。思わず顔を向けると。ん？小学生からの幼馴染、インゲンがいた。インゲンか、緑っぽい感じの名前だね。驚いたけど嬉しくて、彼の隣の机が空いていたからすぐさまそこへかけた。インゲン、なんでお前が？俺だって何が起きてんのかわかんねえんだよ。このインゲン君も罪人なのか？いつも通り仕事に行ってたのに、帰り道で誰かに後ろから殴られたんだ。拉致だ。そんで意識がぶっ飛んでここに来るまでの記憶がねえ。ってことはよ、現状その襲ってきたやつに監禁されてるってことだろ。ここにいる全員が。なんかイケメン系が。拉致監禁ね。なんか VK バンドやってそう、この人。え？なんか普通の少年が出てきた。は、バカバカしい。どうせ何かの収録だよ。お、かわいい、お姉さん系。なんか怖いけど、ここって映画のセットみたいだな。エキストラとして呼ばれたのかな。本当に拉致したって体でさ。いや、もう犯罪でしょ、それだとしたら。お、いや違う、子持ちかと思ったら違った、人形だ。のんきなこと言ってないで、誰かどうにかしてくださいよ。早くお家に帰りたいです。お嬢様系。お、すごい巨乳。あ、そういうこと言っちゃいけない。店長、今日のメイクどっかな、漏れてる。キャバ嬢か？え？おー、かわいいかわいい。あ、店長なの？お前はのんきでええな。いや、関西系か？またなんかちょっと独特な見た目のキャラだな。なんでコンセント首に巻いてんだ。あの、ごめんね。僕もなんでここにいるのかわからないんだ。主婦か？今言えることは何もないよ。ん？なんかヤンキー系が。どいつもこいつも珍妙な顔しやがって、心筋臭いったらねえな。
今心筋臭いって言っちゃったよね。心筋臭いね。めんどくせえ匂いがするぜ。中二系か違うかな。もう収録始まってんだから死後は慎めよ。あれでも逆に死後がないとフリースタイル感出ない？まあいいや、じゃあ終始この感じでいこうか。なんだそのなーなーな進行は。てなわけでテレビの前の皆さん、たったらとったらテレビショー MC は俺たったら。なんかもう一人出てきた。うわ、もう一匹増えた。こっちはクマ？リス？あ、で、こっちは相方のドッタラ。二人で罪人をいじって面白い番組にしまーす。お願いだから最後まで見てね。わかった、見てく。なあ、この変なやつ、さっきから何言ってんだ？たったらドラなんとかテレビって？俺たちのこと、罪人と呼ぶのも気になるね。そう、罪人ってのが、どんな罪を犯したの？あれ、この子はなんか、自覚症状があるってやつかな？お、やっぱり心当たりがある。え？こんな意味わかんねえとこに閉じ込められてんのも、その辺なのに罪人呼ばわりされてんのも、心当たりがある。なんだ、どういうこと？つって、俺だけじゃねえだろ。お前ら全員、誰かにめちゃくちゃ恨まれてっから、こうなったんだろ。あ、ロキも？ん？でもこの人はなんか、話が早い子がいると流れが変わるね。助かる助かる。まあ何にしてもさ、前置きが長いとボスも視聴者さんもプレイヤーさんも飽きちゃうからさっさと始めようぜ。ほい、んじゃそこのポンパくんから時計回りで自己紹介しよう。一人30秒以内で同じアース。ポンパくんって誰？あ、君ポンパくん。は？カメラ回ってんだから手際よくね。なんだそれ、無茶ぶりにも程があんだろ。ててて、困ってる。なんだって？クワナインゲンって言います。名字イカチ。今年で19になって高校卒業してから地元の工場で働いてます。なんかそれっぽい感じの見た目だね。みんなや、美味しそうな名前やな。この子じゃねえ。この人すごい独特な喋り方してそうだね。るっせえな。気にしてんだからいじんなよ。この子は？ねえ、ちょっといい？どうして自己紹介してやる流れになってるの？お互いの主情、かんだ、素性を知るためじゃないかな。誘拐犯の思惑に乗ってやる義理がなくない？あ、この子見せしめに合うんじゃね？大丈夫か？でもあのリスちゃんの機嫌を損ねたらどうなるか。俺は別にお前らが仕事適当にやろうが何でもいいもん。いいの？でもさ、問題はギャラ払ってくれる方々の機嫌だよね。そこんとこ念頭にね。どういうこと？は？ギャラ？おい、めんどくせえからあんま突っ込んで聞くなよ。このクソリス、さっきから話長えし。つーか黒いチビ、お前も察してんだろ。クソリスを操ってんのが誘拐犯だろうが、別の気違いだろうが、とりあえず今の俺たちに自由はねえんだ。てかあの子供さ、相当子供なわけじゃん。あんな子供なのに罪を犯したってどんな罪を犯したんだ。もう神神、罪を犯したんだろうな。適当にパパッと終わらせとけよ。はぁ、くだらない。けど、あの青い方のリス、殺気がすごいやん。え？ああ、仕方ないな。僕の名前は、アナメケウ。小学生以上。小学生だよ、だって。短っ。はいはい。ピッチーはね、ピスタチカ R ヘンゼロって外国人さんだ。お酒と男とお金が好き。日本の外から来たの。こら、お前まだ未成年やのに、守護アピールすな。あ、この子犯罪系や。うちのアホが失礼したな。わしは、友や西春。うえ、言いにくい仕事しとるけど、それはまたおよいバラすとしようか。え？キャバクラとかの運営とはまた違う感じか。だって未成年雇ってるしな。怪しいな。ピスはうちの従業員や。こいつともどもよろしゅうな。ウィス、よろしく。うさんくさい人たちだな。あんまり関わりたくないかも。次いいかな。この人お姉さん系。かわいい。絶対かわいい。私は、ハルニル竹の。芸大生で油絵を専攻してます。ほうほうほう。趣味は映画鑑賞、よろしくね。この人なんか犯罪犯さなそうだけど。大学生だったんですか？しっかりしてるからてっきり年上かと。あ、失礼しました。長谷川小夢と申します。事務員をしてます。ほう。この子は最愛のお人形の神優くんです。ちょっとこの子痛い系かもしれない。彼も訳がわからなくて不安があってるので早くお家に返してください。お人形と会話してる芸大生のお姉さんと暗い感じの OL か。私が言えたことじゃないけど、変に濃い人ばっかりだ。この人気になる。俺は後藤派かな。
年齢とか仕事は個人情報だから伏せとく。電気関係じゃない。だってケーブル首に巻いてるし。違うかな。怪しいことは何もしてないから変な詮索はやめてくれ。いや怪しすぎるんだよな見た目。なんかすごいクマだけど大丈夫かな。曽根崎トネリです。24歳でパティシエをしてます。パティシエ。得意料理はフォンダンショコラとレアチーズケーキとタルトタタンって。仕事柄当たり前か。タルトタタン。おかず系だと小松菜炒めとかよく作るかな。おへえ。あんまり肉や魚が好きじゃないから甘いものか野菜ばかり食べてます。肉はしっかり食べた方がいいぞ。魚も。なんか飯の話になってきてんぞ。ね、お腹減ってきた。ああ、ほんとだ。ごめんね。お次どうぞ。俺は、三木本パオ。パオ？すごい名前。キラキラネームだね。高校生で帰宅部で、しょうもない人生を送ってる。まあ、しょうもないことしたから、こんなとこに連れてこられたんだろうけど、何やったんだろう。キャラ名覚えるのちょっとしばらく時間かかりそうだな。みんな独特。あんま深く言うと、ドン引きされるから黙っとくわ。はい、終わり。次はあんたか。この人絶対 VK バンドの人だよ。そうだね、やっと俺の番が来た。黒田さつらです。ふへ。宝石商か。宝石商をしてるんだ。世界を股にかけて美しい石を探したりジュエリーをデザインしたりしてるよ。こんな状況なのに落ち着いてるなこの人。最後は君だね。さつらさんが柔らかな視線を向けてくる。それに加えて全員分の視線を感じる。意識するとかすかに顔が熱くなったけど、一度生唾を飲み込んで私は声を張った。佐藤ロキって言います。姿ないのかな。ロキちゃん、ロキくん、どっちだろう。そこにいる人間の幼馴染で同い年のフリーター。フリーター、今はゲーセンで深夜勤してます。どうしてここに来たのか覚えてないけど、でもなんとなく大丈夫な気がします。どういうことその謎の根拠は。だってこれテレビって言ってたし。ほらね、絶対そうだと思った。言っとくけど普通の番組じゃないよ。限られた層にしか放送されてない深夜の生放送だからね。見えないところですんげえ金がかかってんだぜ。金持ちの娯楽って立ち悪いよな。てかさ、生ぬるい自己紹介しやがってマジがっかりだわ。もっとみんな飛ばしていけばいいのに。僕は人を殺してきましたとか、昏睡強盗が趣味ですとかさ、素直に吐いたらすっきりするのに。マジか、昏睡強盗とかやってるやついんのか。は？へえ、この場に殺人犯がいるのかい。何言ってんの、どういうこと。素性本性悪徳商法。他人に見せない裏の顔が一番その人の真に迫るものだと思うのでちゅわ。さっき楽屋でドットラ君も言ってました。ドットラ君さっきすごいって言ってたね。無言なんだけど。ドットラ君、ここに集められたお前ら罪人はそれぞれ深い深い深い事情をお持ちです。誰がどんな犯罪してこの豚小屋にぶち込まれたのか一緒に考えようね。画面の前のみんなも。わかった、考える。ちょっと待ってよ、犯罪なんてしてないんだけど。あれ、ロキは無実か。そうそう、ちょっと詳しく説明するとね。ん？豚小屋は罪人が監禁されてるこの施設全体を指す名称なんだよね。ふんふん。今俺たちが立ってるここは懺悔の檻っていう名前なんだ。懺悔の檻。その名の通りここでしてもらうことは罪の懺悔。罪の懺悔。豚小屋はそこかしこに隠しカメラがあるからみんなのいろんな姿が放送されてるんだよ。電気信号になってピップタクのバカでかいスクリーンに映る俺たち。想像するだけで立つよね。おい、やめろしもれた急に。あとの諸々のシステムも聡明な皆さんならなんとなくお察しでしょ。わからないよ、ちゃんと言葉にしてくれないか。まあ俺はなんとなくわかるぜ、数あるデスゲームをこなしてきたからな。あは、この絢爛な部屋で誰が大罪人かを決めるディスカッションをしてもらいやす。お前らは互いを貶め合う絶戦をしたらいいだけだよ。簡単でしょ。でね、一話ずつ最終的に視聴者投票でポイするやつを決めます。ポイ？ポイって何？ほら、あそこに三角コーナーあるっしょ。生ゴミ感覚でそこに捨てられるの？大罪人に選ばれちゃった人は息の根を止めた後、あそこにポイします。嘘だろ。おい、冗談ならもうええって。さすがに気分悪いわ。店長がそんな顔するなんて珍しい。焦ってるの？おい、この子なんかすげえあっけらかんとしてんだけど。大丈夫だって、これバラエティっぽいし。どこか。バラエティなの？本当に？寝言は寝ていえよ、外人バカ女。いき
キストラどころか主演だったんだ、私たち。やってらんねえぜ、マジかよ。だったら、私たち結局どうなるの？あれ、やっぱロキちゃん女の子なのかな？ちゃんでいいかな？どうしたら無事に返してもらえるの？無事にお家に帰れるのは全部の懺悔をクリアした、ある意味で選ばれなかった罪人一人だけです。マジか！後の雑魚は生ゴミだからぽい。スタッフが美味しくいただきたいんだけどまずそうだから、バラシで土に埋めます。バクテリアと仲良くしてください。美味しい肥料にすんじゃねえよ。何それ、説明はこれくらいかな。もういいでしょ、そろそろ始めないといい加減俺も切れるよ。もういきなり始まんの？始めるも何もそんなお前に従ったら終わりじゃねえか。わけわかんねえことさせんなって。バラすよ。お前のやってきたこと言っちゃうよ。いいの？ここで真相を言うと出番なくなるし、用済みになってポイされる第一号になるけど、でもどうやって懺悔させるの？は、やめろ。やっぱり何か隠してんだ。インゲンが焦ってる。発音合ってる？インゲンで。これだと食べ物のインゲンなんだけど。まあいいか。なんでかなんて深く考えたくない。え、なんだ？インゲン何隠してんだあいつ一体。じゃあ一旦、どこら辺で区切ればいいかわかんないので、今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録、またはコメント評価いただけたら、とても嬉しいです。まあ、まずね、最初は自己紹介だから、これから先どんな感じになっていくのかって感じだね。結構ね、性格悪い奴らが多いらしいよ。ゲームの説明で見た限りでは。はい。それではシアンでした。またね。